第201飛行隊は、航空自衛隊北部航空方面隊、第2航空弾霊下の航空自衛隊の戦闘機、部隊である。千歳基地に所属し、戦闘機に、海 -15J、DJ、連絡機に T-4 を運用する。第201飛行隊は1963年3月5日に、航空自衛隊初の海 -104、戦闘機部隊として、千歳基地、 第2航空団霊下で編成された。編成初期は、海 -104 騎士天艦操縦過程と、大領空侵犯措置任務に基づく実動任務の、両方を任務としていた、1964年12月1日に、海 -104 戦闘機の4番目の部隊として、ニュータバル基地第5航空団霊下に、第204飛行隊が編成され、海 -104 騎士天環操縦過程は、 第204飛行隊が受け持つことになり、以後、第201飛行隊は、大量空侵藩措置任務のみとなった。1974年10月1日2回マイナス 4EJ を運用する、第302飛行隊が編成されたため、解体される。当時冷戦が激化していた1986年3月19日に、航空自衛隊海マイナス15税戦闘機4番目の、 部隊として、海 -15 戦闘機部隊として、復活再編された。部隊マークは、海 -104 戦闘機時代は、201の数字をモチーフにしたものが描かれていた。現在の F-15 戦闘機の垂直尾翼に描かれている、部隊マークは、ヒグマの横顔である。ちなみに、アメリカ海軍のアメリカ海軍戦闘機兵器学校の、 航空自衛隊版とも言えるトップパイロットに与えられるベストガイと呼ばれる称号がある。ありがとうございます。